皆さんこんにちは。今回の動画は、新型アトレエ S710V に搭載したパナソニックストラーダのドライブレコーダー CADR03HTD の取り付け動画です。本来、このモデルは貼り付けタイプです。こんな感じの取り付けでは、見た目が悪いのと、すぐに両面テープが剥がれ、落下しますね。そこでダイハツ純正部品、08679K9003 を使って固定します。この部品はダイハツディーラーでしか買えないみたいです。価格は3000円程度です。この部品を使って、ここに取り付けます。納車すぐに穴を開けちゃいますが、果たしてうまくできるのでしょうか。まずは取り付け場所を決めます。下から指1本分程度の場所がいいみたいですね。この部分から指を入れて手前に引っ張ります。意外と簡単に外れます。コネクターを外します。すべて別のサイズなので適当に外しても問題ありません。すべてのコネクターに、外れ防止の爪があるので、注意して外します。ETC のコネクターも同じように外します。カバーで取り付け位置を決めます。下から2センチの位置に取り付けることにします。裏面も取り付け場所に問題ないかを確認します。
裏面も2センチの位置で問題ないですね。カバーよりも少し大きめにマスキングします。下から2センチの位置に毛がきます。本体をくり抜く穴の目安に3ミリのドリルで4箇所開けます。次に本体を固定する穴を6ミリのドリルで2箇所開けます。穴加工は問題なく終わりました。ここからはルーターで本体の穴を開けます。ルーターの刃はダイソーで購入しました。金具の穴で本体の角度も変更できます。本体にある3つのネジ穴に金具を取り付けます。いい感じに取り付きました。コネクターを順番に接続していきます。すべてのコネクターには外れ防止の爪があるので注意して差し込みます。最後にカバーをはめ込みます。